レディオジャム、ウィワナビ、ユアナンバーワン。いかがお過ごしでございましょうか。2007年3月のみ3日土曜日レディオジャム岩波岩のままのお時間がやってまいりました。いつもの通りこんばんは、伊沢でございます。ということで、もう今週もノリノリで始まりましたけどもすごいですね。大丈夫でございましょうか。まずはインザグループスーパーノバでございます。インターネット上で頑張っているアマチュアミュージシャン、インディーズミュージシャンを紹介していく企画でございますね。先週からご紹介しておりますスカフリンクス、そのスカフリンクスの曲をオープニングに持ってきてみました。曲はルードガールズという曲を聴いていただきました。スカフリンクスプロフィール、2000年12月結成、都内を中心に年間40から50本のライブを行う。2002年にドナドナレコーズから発売されたバラヨースアルバムドナドンをきっかけにライブを全国展開する。同年7曲入りオリジナルアルバムニューエイジスカを発売。楽曲はスカを中心に様々なジャンルの要素を取り入れたものが多く、ホーンセクション五感のアンサンブルには特に力を入れており、ってさっきもね、そうでしたね。ね、すごいよね、ホーンセクションがね。インストの曲ではダイナミックかつテクニカルなプレイに重点を置いていると。またテレビ番組の挿入曲としても使用され好評を得る。今まではスカが好きな人だけでなく、誰でも親しめるようなスカをモットーにして曲作りをしてきたが、今後はスタンダードなネオスカにも着手して、していく予定である。
ということで、2007年2月にプレミアムレコードよりファーストアルバム M733 をリリースと同時にショートツアーを行う。てか今行っている。で、今年の夏、今回には、ヨーロッパツアーも決定し、今後の活動にさらなる注目を集めるということでございますね。メンバーはトランペットカノーさん、トロンボーンがイッシーさんでいいのかな。アルトサックス、サキさんに、テナーサックス、イブキさん、ボーカル&バリトンサックスでいいのかな。ケイスケさんに、ギターが勝田さんに、ベースがリンさんでいいのかな。RHYNL。ドラムスがユータさんに、キーボードがシノさん以上のメンバー。随分いるよ。ウェブサイトがあります。気になった方もぜひぜひチェックだ。URL は www.skaff-links.com www.skaff-links.com。 詳しい情報はインザグループスーパーノバのウェブサイト www.nipixel.jp/nova。 こちらの方をご覧いただきますとアーティストページがございまして、そこにいろんな情報とウェブサイトへのリンクとかも載っています。ね、ぜひぜひチェックしてくれたらよろしいかなと。そして携帯版 m.2pixel.jp では携帯電話から聞けるようにもなってたりもしますので、ね、パケット定額制の方はぜひぜひその場でもチェックしていただけると、あなたのね、携帯電話で持ち歩くことができるというね、まあ、iPod にポッドキャスト入れてる方にはまた関係ない話かもしれませんけども、ね、ぜひぜひそういう新しいものにもいろいろとって、手を出していただけるとよろしいかなと思います。ということで今日のインザグループスーパーノバ1曲目はスカフリンクスルードガールズという曲を聴いていただきました。ね、また来週もスカフリンクス別の曲をご紹介いたしますのでお楽しみにという感じでございます。ということで季節は3月になってしまいまして、もうね、もうすっかり春模様というか卒業式シーズンでございましてですね、もうグリーとかを覗いてみるとですね、もう卒業式が終わったばかりの皆さんが大量に書き込みをしているという、ね、時代は変わりましたね。ね、もうすごいですよね。そんな感じだったら、するわけでございまして、私的にはですね、まあ何度も言っておりますがね、IT メディアで、ブログをやっております。blogs.itmedia.co.jp/心へ/こちらの方でですね、ブログをやっておりますので、まあよかったら見てちょっと、ということでございますね。内側的にはですね、結構見られているらしく、つうか私がすごい勢いで書き込みしてるから見てる人が多いんだと思うんだけど、トップ20の中にはね、週刊ランキングのトップ20には入ってますな。私の書いたやつが。でね、速報性的な、なんかこんなものがあるぜみたいなね、新しいニュースみたいなのを伝えるものよりはなんかね、こう深く考えさせられるネタを書いた方がなんかね、人の心を打つんだということが分かった今日この頃。そうそうそうね、パソコンはなんでつまらなくなったんでしょうかなんていうネタを書いた時の方がですね、ランキングトップ10の中に入ってくるわけですよ。で、皆さんは一体何を読みたいのかっていうのがですね、なかなかこう掴められない、まあね、難しいところでございますけども、そんな感じでオルタナティブブログという中でやっておりますのでね、私はオルタナティブブロガーですから、で、大体可能なブロガーですよ。いくらでも変えられるブロガーというね、あんまり良くねえじゃないかって話なんですけどね、そんなことやってたりしますので、ぜひぜひお楽しみにというか読んでいただければと思いますね。そしてですね、一応先に言っておきますけども、レディオジャム We Wanna Be Your No.1 というこの番組でございますけれども、4月以降もですね、ちゃんと番組が続きます。ね、もう最近言ってね、一応業界的には改変期ですから、ね、一応その改変は乗り切ると。インターネットラジオに改変も何もあるかって話もありますけどもね、ストリーミングの世界ではね、意外と改変とかが季節単位だったりとかしてですね。まあでもね、4月以降も番組続きますのでね、春過ぎてもお楽しみいただければということでね、いろいろ頑張ってまいりましょう今年のね、そりゃ花粉症の話もあったんだな。いや、それエンディングでいこう。ね、一旦お知らせいきます。どうも鍋です。という感じで鍋トークと称して毎日3分を基準に BGM も効果もなしで思いつくままに喋っております。雑誌ワイング編集長が裏方に収まりきれずというのが一応歌い文句です。イラストや文芸がお好きな方はぜひワイングのページも覗いていってください。ということで鍋トークと雑誌ワイングの CM でした。アイラペッツ、ペット動物好きの方に楽しんでもらうことをもとに運営中、放送中のアイラペッツレディオではペットを飼ってない人でも楽しめるトークでお送りしております。雑談ありハプニングありのペットラジオ、ぜひご拝聴ください。URL は http://shingaemon.cline.jp/。 インターネット放送局ニンニンチクビ、石川義弘、犬山犬子、田中克樹、宮川勝、渡辺兄、バカチン三股ほか多数出演中のインターネット放送局ニンニンチクビは 2219.jp。
この頃の音楽はちょっと物足りないねと思っているそこのあなた、こんな音楽番組はいかがでしょうか。 nebo.jp インディーズミュージックレディオプログラム、ネボブランドサンドランチャー、サンドクルー DJ ネボスケが今一番熱いインディーズアーティストをどこよりも深く濃ゆくあなたのパソコンに直接お届けいたします。 URL は http://nebo.jp http://nebo.jp まで待てます。インザグルーヴスーパーノラ、聞いていただいておりますレディオジャム We wanna be your number one インザグラブスーパーナンバー、今週から3回にわたってご紹介するアーティストはミルクレヨン、 MILCRAYON と書いてミルクレヨンというアーティストでございます。今回聞いていただいたのはグラフィティという曲になりますけれども、ミルクレヨンフーミンさんというエレクトリックギター担当の方とボーカル&アコースティックギター担当のアミさん、この2人によるユニットでございますね。ミルクレヨンプロフィール、名古屋を中心に活動するオルタナティブポップロックユニット。2005年初頭より名古屋ハートランドでのマンスリーライブを開始、2月には初の自主版となるファーストシングルクレヨンディスクを発売すると。でそれと並行し野外イベントストリートでのライブを展開、テレビ朝日系ストリートファイターズにもノミネートされ、東海エリアで最高位7位を記録、自主版への全国からのオーダーが殺到ということで、ねでその後ですね、いろいろありながら2006年の1月11日には初の全国流通によるファーストミニアルバム青をリリース。その後はですね、結構いろんな視聴サイトなどにも参加されたりとかしながらですね、2006年1月25日には iTunes Music Store、 現在の iTunes Store で、今週のシングルね、あのフリーダウンロードで1曲ダウンロードできるってあれね、あそこに取り上げられたりとかもしてたりとかと、ムークス、これはニフティですな、ムークスプッシュに、採用されたりなんかしてもいると。そして iTunes Music Store では無名の新人ながら J-POP 部門トゥデイズアルバムチャートではベスト20以内に、上り詰めたという、なかなか素晴らしいではございませんか。で3月よりアップルのオファーにより全国5カ所のアップルストアにてインストアライブを、ライブツアーを展開とかですね、あと
2006年4月には視聴サイトにネクストミュージックが主催するネクストミュージックアワード2005セカンドアクトに青が作曲賞を受賞とかですね、もう輝かしい歴史をですねインディーズながら積んでいるということでございますよ。で、現在2006年12月からはなんとこのファーストミニアルバム青が全世界の iTunes ストア、アメリカ、カナダ、オーストラリアおよびヨーロッパの17カ国にて配信スタート。そんなにあったんだ iTunes ストアってね、ということでアミの天性のウィスパーボイスと既存のジャンルにとどまらないサウンドを武器に純粋無垢でありながらクレヨン画のような淡い色彩を放つ楽曲に聴く者を魅了してやまないということでございまして、今現在ね、iTunes ストアが立ち上がってるんだ。ね、青 EP、ジャンル J-POP、リリース2006年1月11日、合計5曲と。ね、アルバムを購入されると600円でございます。ね、でですね、カスタマーレビューとかがついてるんですが、リスナーはこんな商品も購入の中にですね、メカネロとかですね、この辺の、去年ね、名前が上がってきたインディーズアーティストがいる中で、東京タワー出発っていうね、アーティストなんですけども、その中にね、例えばね、コルテモニカってあるんだよ。ね、こんなとこまで名前を出すかな、中田康隆と、ね、なんか逃走なのにね、こんなとこまでコンテモードっていう感じもするということでございまして、そんな盛り上がってございますけども、ですから、今日グラフィティという曲をね聞いていただきましたけども、途中からわって入ってきたのはですね、これ売ってる曲だからっていうことでね、あのね、私が喋り出した先が聞きたいっていう方は iTunes ストアにアクセスしてですね、MILCRAYON ミルクレヨンと検索をして、そして150円で買えということでございますね。そんな感じになっております。ミルクレヨンウェブサイトがあります。気になった方はですね、ぜひぜひチェックしていただけると、いいかなと思います。URL は www.geocities.jp/milkrayon_hp www.geocities.jp/milkrayon_hp インスタグラムスーパーノバのウェブサイト www.nipixel.jp/nova こちらの方でもアーティスト情報を扱っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいということで、ミルクレヨンまたですね、別の曲を来週扱いますけども、じゃあ iTunes ミュージックなんだっけ、iTunes ミュージックチューズで、ニューミュージックチューズで、あのアメリカのね、iTunes ストアで、やってる番組があるんですから、あれ風にですね、なんかあのイントロポンをやってみましょうかね、ね、来週かける曲は何かっていうのをですね、いつもこの番組でご紹介するわけでございますけども、今日はですね、じゃあ iTunes ストアで、ね、実際にあのサンプル音源をそっから鳴らすと、音あるのにね、音もらってるのにね、そんなことをやるわけでございますけども、ではですね、ちょっとですね、ボリューム上げて。実際にこれで MacBook Pro を使ってね、あ、やってるってことはわかるでしょ？ということで、来週ミルクレヨンで書ける曲はこちらでございます。あと残すは13秒だよ。ね、ちょっと思ったんですけど、いろんな理由でね、いろんなことを思うんですけど、ね、これ曲の中身が全くわかんないっていうですね、この、ね、iTunes ストアであの30秒のね、視聴ができるんですけども、この視聴音をそのまま聞いていただきたいと思いますけど、ね、これはね、この曲の先が来週聞けますから、ね、だから、あの、ね、150円ポチッとなされるもよし、来週までの間に、ね、ね、ね、来週聞いてからポチッとなされるもよしですね。どっちにしろポチッとなしていただけるとよろしいかなと思います。ね、ということで、来週の更新は3月10日土曜日となります。もうね、ね、まあ、日付的には3月11日日曜日ぐらいになると思いますのでね、ぜひぜひチェックしていただければよろしいかなと思います。そんなわけで、ね、ミルクレヨン聴いていただく曲はグラフィティということで、まあね、喋りまくっちゃってちょっと疲れてますけども、ね、今週はね、そう、花粉症がひどいって話をしようと思ったんだけど、時間がなくなっちゃったからその話は来週でいいや。ね、ということでまた来週お会いいたしましょう。それまでの間元気でいきましょうね。今週の目標は、とりあえず、そうね、iTunes ストアでポチッとなってね。